ひよぽんです。はい、いやー、ひよぽん、なんですか。もうすぐひな祭りだね。ひな祭りですね。あ、待って、あの、ひよぽんそういうキャラなのね。そうです。そっか、エリコで困ったの。来てます、今来てます。来てないですから。あ、女の子っぽいってことね。来てませんでした。嘘、女の子番組ってイラッとするものだったよ。もうすぐひな祭りだよね。そうだね。もうバカにしてるのか。あ、ひな祭りといえばやっぱり私たちみたいな女の子の日だもんね。この番組を聞いているのは男の子が多いと思うんだけど、ひよぽん、そんな男の子に最近の女の子事情教えてあげて。ひよぽんは女の子はテリラリッタリン、チュルリラッタロン。あ、違う、間違えた、ギャーじゃない。痛い、痛いです。やめろです。やめろや。女の子番組ってこんな殺伐としてんの。ねえ、なんだろう。モモロキ5ですからね。まあね、うん、ちょっと疑問があるとすれば、はいはい、あの、女性はいつまで女の子って言っていいのか、それが許されるのか、ね、全然いつまでも女の子ですよ。やっぱいいのかな、うん、よし。17歳ですもん。ん？ん？それじゃあそろそろ行ってみましょう。今日の決め台詞はエリリンだよ。やめてね。萌えっ子キュン、今夜も最後まで。パクっていこうね。おー、やった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 。なんでなんで。やったやった。はい、それじゃあ早速今日もクイズいっちゃうよ。これから私たちが何かをするから、リスナーのみんなは音だけを聞いて何をしているのかを当ててね。うほほ。何それ。だって書いてあるよ。頭ポーン。まずは、じゃあ2人でやるよ。ひよぽん、くじを引いて。わかりました。チュリリラチャリラシャリラリラ。おとなしく引いて。リンゴパイ、リンゴパイ。みんな、私たちが何をしてるのか当ててね。それじゃあいくよ。エリン、ひよぽんの萌え呼吸スタート。今、なんで私に、なんで私に来るんですか。なんで私にピリピリ来るの。あー、待って、これ同時に来るんじゃないの。同時に来るんじゃない。ふざけんなよ。ふざけんなよ。かわいそう。ひよぽんかわいそう。すごくかわいそう。もう私負けていいよ。それぞれ何をしていたのでしょうか。答えを書いて送ってきてね。正解者の中から抽選で1名様に萌えっ子 Q オリジナル萌え萌えブロマイドをあげちゃうよ。どんどん送ってきてね。さあ、お送りしてきました。エリリン、ヒヨポンの萌えっ子 Q。 そろそろおしまいの時間だよ。ヒヨポン、今日の感想を教えて。今日はシャルロッテとキイチゴのパイを食べたような回でした。とってもロマンチックな表現だね、ヒヨポン。はい、来週からは一人で頑張る。当たり前だよ。すげー頑張ってんのに。さ、エリリンは、エリリンはどうだった。ヒヨポンの新しい一面があまり見られなかったなって思ったけど、裏表がないってことかなって思えて、とっても嬉しく思ったよ。この番組はエリリンのおかげ、あ、ヒヨポンとみんなのおかげで成り立ってるんだよね。笑いが止まらないよ。はい、
ゃあそろそろ時間です。そろそろお時間です。はい、エリリ、あ、いけない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 。それじゃあそろそろお時間です。エリリン、ヒヨポンの萌えっ子キュン、最後はヒヨポンの萌え萌え川柳でお別れです。私の方がなんかちょっと比重が高くて気のせいだよ。ヒヨポンよろしく。シャルロッテ、あーシャルロッテキーチュ、あー